では、足立区観光交流協会会長であります近藤弥生足立区長からご挨拶を申し上げます。皆様こんばんは。第35回を迎えました足立の花見に、こんなにも大勢の方にお越しいただきまして、交流協会の会長として心からお礼を申し上げます。千住の川で今、これから花火を見学しようと、されている方、ちょっと後ろ振り返ってください。今とっても綺麗なお月様が見えています。本当に素晴らしいコンディションの下での大会となりました。皆さん方の、ご協力の賜物と重ねてお礼を申し上げます。始まりますと4部構成のこの大会、ほとんどノンストップで最後まで参りますので、ぜひ、息を深くにお付き合いをいただきたいと思います。最後はご存知のしだれ桜の花火ということで、威風堂々の音楽に乗せた最高のクライマックスをお楽しみいただけると思いますが、お楽しみいただいたその後は、ぜひ今日お持ちいただいた、ご味噌をですね、持ち帰っていただいて、あ、楽しの花火はまだも素晴らしいなという気持ちのいい大会にしていただきたいと思います。ご協力をよろしくお願いいたします。それではこれからカウントが始まりますので、ご協力のほど心からお願いします。